福地久木、1975年12月17日体は、佐賀県武雄市出身の元プロ野球選手。中学校時代から後に武器となる瞬速で鳴らし、中学2年生ではハードルで、県大会に出場し、見事に優勝した。佐賀県立木島商業高等学校に進学後は、公式野球部に所属し、3年生最後の、 県大会では、ベスト4まで勝ち進んだほか、佐賀県高校選抜でも4番、遊撃手を務めた。高校通算打率は4割を超え、通算本塁打も18本を数えている。1993年度ドラフト会議にて、広島東洋カープから40名指名を受けて入団。背番号は53。 プロ1年目の1994年は、ウエスタンリーグで39試合に出場し5つの、投類を決めた。翌1995年から2軍の主力に定着。持ち前の瞬足を発揮して、1995年から1998年まで4年、連続して、投類王に輝いた。特に1998年には、ウエスタンリーグ史上唯一となる。 年間50投類を記録した。1997年には、背番号を44に変更し、10月10日の対、ヤクルトスワローズ戦で、消化試合ながら2番、2類種で1軍初出場を、果たした。1999年から、登録名を、和弘から、久サへ変更すると、4月20日の対、読売ジャイアンツ戦で、上原浩二から、 プロ初安打となる、遊撃な野安打を放った。これ以降は、ダイソー要員として一軍に定着し、2000年から2003年まで4年連続2桁、投類を記録する。2003年は一番、二類種でプロ初の、開幕先発出場の座をつかみ、4月12日の対、中日ドラゴンズ戦でプロ初本類打を放った。さらに、 セントラルリーグ2位体の盗塁数を記録し、一気に2類種のレギュラーになるかと思われたが、5月以降は、木村拓也にレギュラーを奪われた。2004年は、前面に続いて2類種のレギュラーの座を狙える、状態だったが、開幕前に、右足首靭帯断裂の重傷を負い、足が、武器の腹地にとって回復が、大幅に遅れ、この年は0盗塁には終わった。 ようやくシーズン最終戦の最終打席で、吉宮寺から、シーズン初安打となる二塁打を放ち、その試合で、ノーヒットノーラン健常を目前で阻止した。2005年には、総類面で復調して2年ぶりの投塁を決めるなど、最終的には8投塁を記録した。2006年3月23日、青木隼人との交換トレードで西武ライオンズへ移籍。2006年開幕より、 好調な打撃を見せ、セパ交流戦からは一番右翼手として定着、競争の激しい西部外野人の中でレギュラーを掴み取った。同年6月7日には13年目にして初となるヒーローインタビューを受けたほか、広島時代には12年間でわずか1本しか打てなかった本類打も同年だけで4本打っており、打率289 最大の持ち味である盗類もリーグ3位の25校を決め、プロ13年目にして大きく飛躍したシーズンとなった。2007年もオープン戦から好調で、中堅種のレギュラーだった赤田翔吾が離脱したこともあり、赤田を抑えて一番、中堅種で二度目の開幕先発出場を果たした。序盤は不調で、佐藤雄介、栗山匠と中堅種のレギュラーを争う形と、 なったが徐々に調子を上げ、6月16日の対、広島東洋カープ戦では5打数5安打を記録するなど、印象的な固め打ちも多かった。一時は、レギュラーの座をつかみかけたが、8月以降は、栗山の成長や福地自身の出塁率の悪さもあり、ダイソー、守備要員に回る機会が多くなったが、28個の投類を記録した。 同年12月21日 FA 健康師によって東京ヤクルトスワローズから西武ライオンズへ移籍してきた石井和久の人的保障選手として東京ヤクルトスワローズへ移籍することが決まり12月26日付でヤクルトの支配下選手に登録されたことが公示された2008年1月9日に入団発表を行い背番号は29に決まった 2008年は開幕先発出場を逃したものの、徐々に調子を上げて一番打者として定着し、同年8月12日より7試合連続マルチ安打を達成した。9月28日の広島市民球場公式戦、最終戦では、同球場での最後の打者となり、映川は勝弘の前に空振り三振に倒れている。最終戦の10月12日には、 自身初の一類種で先発出場した。最終的には131試合に出場して、初の規定打席に到達し、打率、320.9本塁打、61打点と自己最高の成績を残した。また、瞬足を生かして、リーグ最多となる7本の三塁打を放った。このシーズンは42盗塁で赤星のりひろと1差で、 セリーグトール用を獲得15年目にして初のタイトル獲得となった。その活躍から WBC 日本代表候補に名前が上がった。2009年は背番号を3に変え、基本は1番左翼手で出場した。打率、出塁率が前年よりも低下したものの盗塁指数が減少し、 二年連続盗塁王を獲得した。九月二十八日には、通算二百盗塁を決めている。二1 0年も開幕から一番、左翼手として起用されたが、四月八日に、左ふくらはぎの肉離れによって、登録を抹消される。五月二日に再登録されるも、その後は、打撃不振により先発を外れることが多くなり、主にダイソー守備固めなどで起用された。 8月10日の対読売ジャイアンツ戦では11回裏に押し出し支給でサヨナラ勝利を飾り、好調が続くチームは7連勝となった。打席に立つ機会は減ったものの、途中出場時には高打率を残して、チームに貢献し、最終的には打率246、盗塁23という成績となった。2011年開幕当初は、 打撃不振でありながら、足のスペシャリストとして、チームに貢献した。しかし、6月18日の第千葉ロッテマリーンズ戦で、二塁へのスライディング時に、左肩関節を脱球し、離脱することとなった。終盤戦に復帰し、10月9日の対、広島東洋カープ戦ではサヨナラだを放った。手薄となったチームの穴を埋めて、 クライマックスシリーズファイナルステージ進出に貢献したが、出場試合は40試合に止まった。2012年はチームがクライマックスシリーズ進出争いをする中、83試合に出場。12盗塁で失敗はわずか1つと盗塁成功率が9割を超えた。また、代打でも27打数10安打、打率。370、出塁率。 433の活躍を見せた。9月26日の対阪神タイガース戦では、通算戦試合出場、10月4日の対広島戦では、史上44人目となる、通算250盗塁を達成。この250盗塁を花道とし、10月6日に同年限りでの現役引退を発表した。10月7日、 シーズン最終戦の対広島東洋カープ戦では5回に代打として出場、その後も守備につき、8回裏には横山隆二から中前安打を放っているが、牽制でアウトになっている。試合後にはチームメイトから胴上げされている。中日とのクライマックスシリーズファーストステージには3試合とも出場し、第3戦では7番、中堅守として先発出場したがチームは、 敗れ、これが、現役最後の試合となった。11月1日に、任引退公事された。2012年オフの明治ジングル球場で開催された、ファン感謝デーで、同じく引退を表明していた、宮井で高指示と合同で引退セレモニーが行われ、ファミア関係者に感謝を伝えた。2013年からは東京ヤクルトスワローズの二軍。 外野守備総類コーチを務めることとなり、背番号は73に決定した。コーチ就任後も、本名ではなく福地久木の名義を使用している。10月23日、2014年シーズンより一軍、外野守備総類コーチに就任することが発表された。2020年は二軍チーフコーチを、2021年は、再び一軍外野守備総類コーチを務め、 2021年、限りで対談した。対談理由については、前々から野球とは違う分野でチャレンジしたいことがあって、今年で対談することを決めました。と明かしている。現役時代は、俊足高打の伊達店として活躍。ヤクルト時代のプロ入り15年目に、初めて規定打席到達と盗塁王のタイトルを獲得したことから、遅咲きの星と呼ばれた。 広島 OB で、福地のスカウトを担当したビゼン、美前吉雄は、私が見た1990年代に入団した、選手の中で最も足が速かったと振り返っている。自身が二度の移籍を経験し、移籍先で活躍したことから、自分が見てきた中でも、こいつなら、他球団に行けば勝負できるという選手がいる。プラスになるかマイナスになるかはわからないが、 環境が変わることは一つのきっかけになる。そのようなきっかけを大切にしてほしいし、遺跡が活発になった方が、選手にとってはいいと思うと語っている。ありがとうございます。